帰り福島、はい、始まりました。はい、この番組は福島の復興を応援するチャンネルです。はい、はい、今日は三春の八雲神社、八雲神社に来ました。はい、八雲神社は通称キュウリ天皇と呼ばれ、祭礼には疫病を追い払うと言われるキュウリ2本を献じ1本をいただいてくる風習があり、遠くからも参拝者が訪れ、にぎわいを見せます。この荒獅子は悪魔払いとして奉納されていました。三春独自の獅子舞で、三春にある長獅子の中では一番歴史が古いとされています。荒町地区の鎮守で天皇様と呼ばれています。戦国時代に京都祇園から九頭天皇を勧請した神社で、7月26日の夏祭り、八雲神社祭礼には、勇壮な長獅子舞が町内を巡行します。ここは八雲神社はどういうところですか？八雲神社は神主さんみたいな結構長い歴史があるんですけど、はい、結構古くからって言われてて、九里天皇の祭り、まあ他の地域でもいろいろあると思うんですけど、でも三春では九里祭りって言われてて、九里祭りって言われてて、九里を1本持ってって、あ、じゃあ2本持ってって1本持って帰るという。それどうするんですか、キュウリ？それを食べる。食べる。と、こうなんか、まあ縁起がいいっていうことで、昔から、そういう伝統的な祭りになってて、長獅子がすごい。獅子舞ですか？長獅子？長獅子。長獅子。獅子舞がね。何人も入るってことですか？何人もこう。あ、長いってこと？そう、長い。足いっぱいあるもんね。足いっぱいね。バーっとこう勇ましい足がね。男性の。ね、12、3人ぐらいでやって、あと見越しも出て、そこの階段をバーっと駆け上がって。すごい急な。こうした状態で。そうそうそう。すごい。それをやるのが毎年伝統的な祭り。そうなんだ。なるほどね。後でダッシュしてみる。まさか。きつっ。ちょっとやばいかな。やってみていいよ。やばい、あの階段は。いや、あれはやばい。やばい、やばい。本当に。そんな感じ。毎年やってます。なんかその商店街でこう出店とかも出るんですかね。あの商店街のところにずらっと出てたんだけど、あの去年から祭りがちょっと中止になっちゃって、商店街のところにはね、結構だから12、3軒の、こう屋台がいろいろ並んで、にぎわって。にぎわってる。獅子もいないの。もいない。え、まあ、いないんだ。そりゃそうだね。あん中三密や。そうか、そうですね。あん中三密や。ああ、ね、早くコロナが収束して。あんまりね、確かにね。やばいよね。だってあの、あれでしょ、こう白いやつに入っ大人数入ってさ、ここ駆け上るって考えるだけでさ、飛沫感染半端ないよ。やばい。感染しちゃう。本当だ、感染しちゃう。それはやばいな。あ、そういえば、八雲神社。八雲神社って薬病、薬疫、薬除け、であの知られてるんですよね。そうそう、だから今ぴったりですよね。確かに。お祈りしてそういうコロナが収束したらまた獅子舞が始まるかもしれない。なるほど、そうね。ないかな。確かに。獅子舞とキュウリ持ってみんな。あと、キュウリ持ってキュウリ天皇のとこに備えて。え、そのキュウリはどこのキュウリ？みんなスーパーで2本買ってきて、それをこう備えて1本持ってくる。スーパーで買って、備えてくる。そのもらって帰ってきたキュウリってどうやって食べるの？え、みんなそのまま味噌につけて食べる。味噌につけて。あ、そのまま食うんだ。そのまま食う人が多い。あ、まあそうだね。わざわざね、漬物しないよね。確かに。どこにはしないかもしれない。キュウリ2本を生贄に捧げ、キュウリ1本を召喚する。
そうで、ここで交換するんですよ。そう。で、その時だけ、あの、神主さんの姿をした人が来るんですよね。神主さんの姿をしたって、なんかちょっと、何々、メタ発言。そう、本当にこう、神主さんの格好をした人が、こう、なんていうの、なんていうんですか、あの、これそう、シャシャ、あれを持って、白ビラビラついたやつね。そう。お払いしてくれんの。お払い。で、なんかこんなの。多分、厄除けだから、多分。そうそうそう。ね。こんな感じで。かっこよく、こう、するやつね。してくれるの。キュウリに施してくれる。キュウリとその持ってきた人に施してくれる。へ、参加したことある？いや、ない。これも初めてなかったからさ。ああ、前回ね。そうかそうか。そうだ、そっか。古いよね。古い。物自体が。キュウリ祭りの中では一番古いって言われてる。なんでキュウリ祭りの中では？キュウリ天皇祭りって各地域であるんだけど、その中では一番古いっていうんですよ。それは、あそこよりも。あそこよりもどこよりも古い。どこよりも。どこよりも古いっていう情報。へぇ、じゃあ、一番みたいな感じ。多分一番古い。一番、キュウリ天皇はどこでもやらんぞと。やるけど。やるんだ。ああ、一番は譲らんと。元祖はね。元祖大事。大事大事大事。神聖なね、木に囲まれて。パワースポットみたいな感じ。ね、夏とかマイナスイオンとか。確かにね。マスク越しだとわからないね、このマイナスイオンは。わからないけど。結構ね。外すと多分ね。いいんだろうけどね。みたいな感じで、でも意外と高いからさ、この木とかまあなくしたらあれだけどさ、結構一望できるよ、三春を。本当だ。三春できるね。一望までいかないね。目の前山だもんね、もう。でもそんなたりね、見えると思う。なんか学校帰りの学生がここで青春時代を過ごすとかないの？ないんだ。たまになんかちっちゃい子が登ってくるんで。ちっちゃい子ね。なるね。幼少時代の青春もね、謳歌する場所だと。なんかたまにわーって子供の声がする。じゃあ遊んでる子供たちもいる。いい感じの広場だもんね。ボール遊びはできないけどね。キャッチボールとかはできるかもしれない。できるし、まあそんなことやっちゃダメなんだけどね。神社だから。まあでもなんか、ひねり手とかありそう。探検とかしたら楽しそう。山の上、この上とかね、登りたくなるわ。じゃあもうこれは本当にここは昔からあるの？ある。なん？え、いつからあるの？それは分かんないな、あれも。でも一番古いっては確かに言われてるんだ。なんか書いてなかった？書いてあります。八雲神社は1573年。あの頃。はい、分からんけど天正年間1573年で何時代になるの？何時代なの？1500？ だからもうね、いい国よりも後よね。後です。江戸あたり、まあ分かんないわ、ちょっと歴史分かんない。1603年が江戸時代だから。じゃあその頃ちょっと前。そう、戦国時代かな。結構前ね。そりゃ古いわ。そうそう。この八雲神社は五頭天皇、今の京都市にある八坂神社、八坂神社、はいはいはい、を誕生したとされてます。で、明治元年に、神社分離令っていうのが発令されたんですけど、日本で。その時に八雲神社っていうふうに名前改名されたみたいです。あ、なるほど。そっからが、だから明治から、明治から明治から名前変更して。そう、1868年から八雲神社。古いね、本当に。古き良き神社ですね。なるほど。福島復興支援の番組です。これやってほしい施設とかあったら募集してます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。支援してくださる団体企業を募集しています。詳しく概要欄までよろしくお願いします。お願いします。お願いします。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。お願いします。じゃあ
またね。またね。